今回は勉強ができる子は何が違うのかという本をご紹介します。成績の良い子と悪い子、何が違うのかという問いは多くの人々を悩ませてきました。子供を持つ親や教育者にとってこの問いは特に切実です。なぜなら子供の学業成績はその子の将来の可能性を大きく左右すると考えられているからです。一般的に勉強ができる子とできない子の違いは生まれつきの知能の差だと思われがちです。確かに知能には遺伝的要因が大きく関わっています。しかし本書は異なる見方を提示しています。知能は遺伝要因と環境要因が半々で影響しているというのです。つまり知能は生まれつきのものだけではなく後天的にも向上させることができるのです。さらに興味深いのは知能と学業成績が必ずしも直結しないという点です。知能がさほど高くなくても学業成績を高めることは可能なのです。では何が学業成績を左右するのでしょうか。本書によるとそれは学ぶ力です。本書はこの学ぶ力を3つの側面から捉えています。認知能力、非認知能力、メタ認知能力です。これらの能力は勉強ができるようになるかどうかを決定づける重要な要素です。まず認知能力です。これは私たちが一般的に知的能力と呼ぶものです。文章を読んで理解したり、既存の知識を引き出して用いたりする力のことです。確かにこの能力は勉強をする上で重要です。しかし本書が強調するのは認知能力だけでは十分ではないということです。次に注目すべきは非認知能力です。この概念は教育界で近年特に注目されています。2000年にノーベル賞を受賞した経済学者のヘックマンは幼児期の教育に関する研究から非認知能力の重要性を指摘しました。IQ などで測られる認知能力よりも非認知能力を身につけることが重要だというのです。非認知能力とは何でしょうか。それは自分をやる気にさせる力や忍耐強く物事に取り組む力、集中力、我慢する力、自分の感情をコントロールする力などを指します。いくら知的能力が高くてもやる気や忍耐力がなければ学力は向上しないのです。非認知能力の中核をなすのが自己コントロール力です。この力は有名なマシュマロテストで測られました。子供にマシュマロを1個与え、研究者が戻るまで待てば2個もらえると告げ、待つことができるかを試す実験です。幼児期に欲求充足を延期できた子は成人になってからも高い自己コントロール力を維持し、学業面でも社会的にも成功していることが多いのです。このことから将来の大きな満足のために今すぐの欲求を我慢できるかどうかが学業成績を左右すると考えられます。宿題をやるべきなのに、友達から遊びに誘われたとき、定期試験の勉強があるのに見たいテレビ番組があるとき、そんな状況で欲求充足行動を抑制できるかどうかが重要なのです。自己コントロール力は乳幼児期から青年期にかけて発達します。特に3歳以降、幼児期から児童期にかけて急速に発達するのです。この力の発達には他者の感情を想像する能力や自分の感情表現を調整する能力が関係しています。自己コントロール力が高くないと社会適応に困難をきたすことがあります。人間関係の構築や目標に向けての忍耐強い努力が難しくなるのです。モチベーションも非認知能力の一部です。勉強に限らず、やる気を持って粘り強く取り組む姿勢が成功につながることは誰もが経験的に知っています。しかし分かっていてもなかなかやる気になれないことがあるのも事実です。特に試験前など本気で勉強しなければならない時に自分の気持ちを鼓舞してモチベーションを高められるかどうかが成功の鍵となります。モチベーションを左右する要因は3つあります。
一つ目は自己責任性を意識することです。やらされているのではなく、自分でやりたいと思っているこの方がモチベーションが高まります。なぜ勉強するのか、どのように勉強するのかを自分で考えることが大切です。二つ目は結果が悪かった時の原因帰属のコツです。うまくいかなかった時、自分のせいにする人を内的統制型、自分以外の要因のせいにする人を外的統制型と呼びます。一般に内的統制型の方が成績が良いのですが、失敗を単に能力不足のせいにするのは適切ではありません。努力不足のせいだと考えるこの方が成績が高いのです。三つ目は業績目標より学習目標を意識することです。心理学者ドゥエックの達成目標理論によると、目標には業績目標と学習目標があります。業績目標は成果を出すことで評価されたい欲求、学習目標は物事をより深く理解して自分の能力を高めたい欲求です。例えば、数学の新しい公式を学ぶとき、業績目標を持つ人は公式を暗記して問題に使えるようにしたいと考え、学習目標を持つ人は数学の理論をきちんと理解したいと考えます。学習目標を持つ人の方が伸びる可能性が高いのです。3つ目の要素がメタ認知能力です。これは自分の学習スタイルをモニターする力を指します。教科書を読みながら自分の理解が適切かをモニターしたり、どうすれば理解しやすいかを考えて工夫したりするのがメタ認知の働きです。勉強ができる子はメタ認知が自然にできています。授業中に自分がついていけているかをモニターし、理解できていないと思ったら改善する行動をとります。一方、成績が思わしくない子はよくわからなくても自分の理解度を振り返らず、どこがわからないのかはっきりとつかもうとしません。メタ認知には2つの要素があります。一つはメタ認知的知識で、どうすれば勉強ができるようになるかという知識です。もう一つはメタ認知活動で、自分の現状を振り返り、うまくいっていない場合は問題点を明らかにして勉強の仕方を修正していく活動です。メタ認知活動はさらに2つに分けられます。メタ認知的モニタリングは、自分の学習活動の現状を評価し問題点を明らかにすること。メタ認知的コントロールは、それに基づいて勉強のやり方を工夫したり修正したりすることです。メタ認知的知識を十分に持ち、メタ認知的モニタリングやコントロールがうまくできれば、学習活動が順調に進み、成績が向上する可能性が高くなります。メタ認知的活動は、幼い頃から自然にできるわけではありません。小学校低学年の子が同じ失敗を繰り返すのは、自分の活動を振り返って修正するメタ認知的モニタリングができていないからです。また、覚えにくい単語に多くの時間を配分するという戦略ができていない子も、メタ認知的コントロールができていないと考えられます。メタ認知的知識は、小学校中学年以降に急速に発達しますが、ただ自然に身につくのを待つのではなく、積極的に獲得することも大切です。それにより、認知的コントロールもより有効に行えるようになります。本書は、勉強ができる子は何が違うのかという問いに、新しい視点から答えてくれます。勉強ができるようになるには、単に知的能力が高いだけでは不十分です。やる気や忍耐力などの非認知能力、自分の学習スタイルをモニターするメタ認知能力も重要なのです。これらの能力は、生まれつきのものというより、後天的に身につけられるものです。自己コントロール力は、特に幼児期から児童期に急速に発達します。モチベーションを高める方法は、学べるものです。メタ認知的知識も、自然に身につくのを待つだけでなく、積極的に獲得できます。この事実は、多くの人々に希望を与えてくれます。子供に勉強の仕方を身につけさせたい親や、教育者にとって本書の内容は大変心強いものです。
認知能力、非認知能力、メタ認知能力をそれぞれ鍛えることで、子どもの学び方は向上していくのです。また、本書は子どもの教育に関わる人だけでなく、自分自身が何かを習得したいと思っている人にもおすすめです。勉強ができる子は何が違うのかという問いは、成功する人は何が違うのかという問いに置き換えることができます。本書は成功の秘訣が単なる生まれつきの才能ではなく、努力によって身につけられる能力にあると教えてくれます。自己コントロール力を高め、モチベーションを維持し、自分の学習スタイルを反省的に見つめ直すことで、誰もが成長できるのです。さらに、本書は読書と学力の関係にも踏み込んでいます。読書と学力が密接に結びついているのは、経験的にも納得しやすいことです。本を読むことで、認知能力、非認知能力、メタ認知能力のそれぞれを鍛えることができるのかもしれません。本書を読み終えると、自分でも新しいことを勉強してみたくなるはずです。それは自分にも成長する力があると気づくからです。何かを身につけたいと思った人、逆境を乗り越えて成功したいと願う人、誰もが本書から学ぶところがあるでしょう。勉強ができるようになることは、人生においてより大きな成功を収める第一歩なのかもしれません。